高いな、はい、まあ、まあそんなことだ、まあ、まあ後で飛ぶかもしれへん。で、今回は俺らが4ヶ月かかって頑張って作った、まあ、試作品を重ねて作ったやっとデデデデデデ MDS ステッカーが完成しました。ダサい、イエーイ、ダサイエーイ、ダサ、ありがとうございます。俺はそのデザイン嫌いや。そんなんやんといてや、うさやで。君の頑張りに感謝しているよ。ありがとう。これ実はシンプルに見えるんですけど結構時間かかってます。このステッカーはデザインはもちろん、素材にもこだわってます。めっちゃ何回も試作品作ったんで、1個はめっちゃ防水で強力、まあ、粘着力も強くて、あとほらこれコーティングして傷にもめっちゃ強い。ほらこの中でもほらもうこのボロボロの中、おすごい生き残ってる、生き残ってる、新しくつけたから、とりあえずめっちゃ強くて頑張って作りました。で、このステッカー欲しい方はあれ、ここにあるリンク、今見せてるリンク、もしくは下の画面クリックできなんかしても概要欄してもいかんかったら、まあ下のなんか説明のとこにリンク貼ってるんで押してみてください。そこま行ってください。そしたらこのステッカーを購入することができる。まあ欲しい人なんかおらんと思うけどな。安くしといたんで、1枚10円、10円じゃ、1枚10円じゃったらカジノでやろ。1枚100円で、そこはサービスやろ。で100円1枚で、俺下っ端ですよ。100円1枚で、500円で6枚です。おお、UFO キャッチャーと一緒やんけお前。そんなに俺らは利益を生もうとしてないか。嘘つけ。このゴブロ持ってるのも結構もうチャイルドレイバーですよ。重労働ですよ。で、まあ、とりあえずハザーダスワークですよ。もう結構結構ステッカー作るのが高いんですよ。なんか素材とかコーティングとか、なんか粘着力とか説明長いね。なんかやったら後で編集で短くするから。うん、まあ。とりあえず4ヶ月、まあ、半年ぐらい頑張って作りました。よっしゃ。作りました。なんでぜひ買ってください。イエーイ。You won't be disappointed. じゃあ、チェクラーギャップ取りましょうか。取りましょうか。つまずいてこけたら痛いからな。こういうギャップするときに、ここでなんか、こういう石に引っかかって、うわーっと押したらもう人生終わり。ちょっと待って。いいよ、そういうの。Oh shit. Oh. Oh. Nice make.1ヶ月ぐらいスケボーできない気がします。池海サブロック初メイク。惜しい。おい、あー、おい、グッ。スケボー楽しいって思った瞬間いつですか？怪我した時。近い、近い。近い。近い。毎日？いや、8。キックリップに関していろいろ質問がありました。まず前足が乗らない。ちゃんと足を寝かせて、上にフリック。上にフリック。ほんで、自分が体重は後ろ。自分が飛ぶ。
回らない理由は、あんま弾いてない、多分弾いてないことと、あと足のスナップを効かせる。スナップを効かせる。スナップを効かせる、ダブルキックフリップ。おい、何回もやってたら筋肉がついてできるようになる。おごりのコツ教えて。よく弾く、まあ、刺す。いや、足を寝かせるやん。よく弾いて、よく弾いて足を寝かせましょう。やっぱコンプリート？ペイマシーンがいいと思います。はい。これにマインディトラック。最初のスケボーはコンプリートを買いましょう。最初のスケボーはコンプリートを買いましょう。バリアルキックリップどっちだな？前足はまあフリックはもう前、前。まあ僕勝利とか僕勝利は、それを合わせたのがバリアルキック。ありがとうございました。バイバイ。ウェイ、フー、謎のメイク。今日はもう俺が鬼ごけして歩けないぐらい怪我して、まあ短かったんですけど、気をつけて終わりにしたいと思います。イエーイ、今週も微妙だったんですけど、まあ来週に期待しておいてください。あとステッカーよかったら買ってください。もしステッカーまあよかったら買ってください。コメントと高評価と登録お願いします。ありがとうございました。おえーい、ナイスメイク、ハイファイブ。時間がない。イエーイ、 See you next week.